ではクルゼイロドスルにつきまして高橋由太長教師に伺います。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。まずは前回年明け初戦のジュニアカップの内容から振り返っていただきたいんですが。そうですね、大目標が春のこの大一番と思っておりましたので、賞金加算も含めまして、どっかでしっかり賞金をと思って、そこに臨むという形を取ったんですけども、レースぶりはいかがだったですか？そうですね、2歳児はまだ精神的な面で幼い面がかなりあったので、その辺が課題ではあったんですが、徐々に馬自身も良くなってきて、間違いなく動きだけではこの年明けのレース調教と同じ動きをしてくれれば、いい勝負になるんじゃないかなと思って、出走させたわけなんですが。逃げる形のレースになりましたね、前回は。そうですね、そのあたりはもうジョッキーにお任せでしたので、馬の具合等も含めてですね、ああいう運びになったとは思うんですが、デビューからマイル戦ばかりを使って4戦2勝を、マイル戦を使い続けているというのは何か理由があるんでしょうか？そうですね、一応お父さんがファインニードルということで、血統、お父さんの方の血統からすると、やはり、そこまで距離は持たないかなという思いもあったんですけども、携わらせていただいて、これなら、ちょっとこうお父さんというよりもお母さんの方の血をより多く出しているような感じがしましたので、これであれば持つんじゃないかなと思いまして、お父さん自身もやらせていただいてた時に、マイルまで持てばということでチャレンジはしていたんですが、少し難しいということで、距離を縮めたと詰めていったっていう経緯がありましたので、子供はなんとかもう少し距離を、持たせられるようなそういう馬が出てくれればなというところで。どうでしょう、この4戦2勝という成績に関しては、期待通りなのか期待以上なのか、そのあたりについてはいかがですか？そうですね、初めて入球してですね、時計を入れ始めてきた頃からだいぶこの馬は素質がある なと私自身感じておりましたし、間違いなくいいお父さんの血というか、そのスピードですねを受け継いでるなっていう思いも私自身感じましたので、そういうところでの期待値っていうんですかね、それは初めの頃からありました。前回からレース間隔が少し空きました。4ヶ月近く空いてということになりますが、ここ間隔を空けたというのは何か理由があったんでしょうか？そうですね、2歳児に、未勝利勝たせていただいて、その後重賞に臨んだんですけども、そこの経緯自体がちょっとやっぱり、詰めて使うとどうしても、競馬本番になってあまりいい方向に向かないと、馬自身のこう気持ち的な部分もですね含めてっていうこともあったので、年明け勝たせていただいた後ですね、ここの大一番に向けるにあたってはどっか叩かないと万が一出れなかった場合にどうしようかなっていうのもあって、スタッフとも相談したんですけども、オーナーも含めてですけども、馬のことを考えるともう出れなくても、大一番出れなくてもやはり開けた方がいいだろうと、この間に気持ち的な部分でも成長を図れるだろうということで、もう思い切って、しっかり充電期間というかですね、成長期間に当てるという形でこの4ヶ月間、過ごしてきたという形ですね。リッドに戻ってきて久しぶりに馬をご覧になって、その気配はいかがだったですか？厩舎に戻ってきたのは3月の後半下旬ぐらいに戻してきたんですけども、
まあ、あの中間も牧場の方に足運んでですね、馬の状態も確認しまして、まあ、牧場とのこう連携も取りながらですね、どのあたりで戻したらいいかと、まあ、この逆算してですけど、まあ、ここのレースに出れるという一応あの目標を持ってですね、まあ、あの1ヶ月だったらちょっと足りないかなと思ったので少し早めに戻してきたということなんですけども、まあ、結果的にはやはりまあちょっとこう緩んでた部分も結構あったので早めに戻してきて修正できたというのは良かったなと思います。立冬に帰ってきてからの調整、追い切りについて伺います。先々週、先週はコースで、そして最終追い切りは販路でという形でした。まずは先週の動きから振り返っていただきたいんですが、いかがですか。はい、まあ、1週前でしたので、まあ、ジョッキーに、まあ、久しぶり、コンタクトを取ってもらいまして、今の具合も含めて見てもらうという形で、まあ、一番あの時計も先週出しましたし、まあ、先ほどから言っているように気持ち的な部分でまだ課題を残す馬ですので、まあ、その辺もこう考慮しながらですね、1週前だったら、まあ、ある程度いろいろこう調整は効くだろうということで、まあ、先週しっかりやったという次第です。今週の最終追い切りはハンドレということになりました。今週の追い切りの狙い、内容、評価お願いします。はい、まあ、日曜日も販路の方で少し時計を入れたんですけども、まあ、その具合もあの見た上でですね、まあ、今週はもうほとんどそこまで、時計を入れる必要はないだろうというふうに判断しまして、まあ、昨日あのミルコジョッキーとも乗りますかどうしますかっていう相談もしたんですけど、まあ、もううちのスタッフで、まあ、輸送も東京までの輸送もありますので、まあ、それも考慮したら、まあ、うちのスタッフでやった方がいいだろうと、あんまりジョッキーが乗ってしまうとやはりまあ馬も、まあ、できすぎてしまうっていうところもあるので、まあ、その辺も考慮した上での、今日の追い切りという形でしたけども、まあ、しっかりあの前も出て、あの前足も出てましたし、まあ、ここ最近ではあの私が見る中では一番いい動きというか、あの時計とかそういうことじゃなくて馬の動きとしてはすごくいいなというふうには、感じました。もう仕上がりとしては計算通りといいましょうか、満足いく形になったでしょうか。そうですね、まあ、あの本当に逆算してこことあのこのレースと思ってやってきましたので、まあ、そこから考えると、馬も本当に一時ちょっとやっぱりこう馬自身の壁があってですね、そこを乗り越えられるかどうかなっていう部分があったんですけど、まあ、馬自身本当にそこも乗り越えてくれまして、まあ、そこ以降はあの買い場食いとかもですね、餌食いも含めて、本当にこう日に日に良くなってきたというところもありましたし、まあ、本当にあの95点ぐらいの今出来だと思いますので、この本当にこの馬だけのことですけども考えるといい調整ができたなというふうには思ってます。まあ、しかし今お話伺ってますと結構待つ勇気みたいのを持ってここまで来られたんだなというのを思いましたが、その辺こう待ってる間待とうという判断も含めて結構いろいろあの調教師自身も葛藤や迷いみたいのはあったのかなと思ったんですが、いかがですか。そうですね、まあ、あのここだけが本当にもうここで終わりっていうわけではないので、まあ、この馬に関してはもっと上であの小馬になっても活躍できるだろうという私自身の思いもありましたので、まあ、一つの、まあまあ、3歳勢としてあの、まあ、出れる一番大きなレースなんで、まあ、それを考えると出たいなっていう思いもありましたけども、まあ、そこはもうあの運は天に任せてではないですけども、まあ、もしであのこの馬にもし運があるんであれば出ると出れるだろうし、オーナーさんの方からも本当に出れるんですかねっていうお話もあったんですけど、まあ、もうそれはもう、他馬の状況次第だなっていうところでしたので、まあ、こちらはもうやれることはここに向けてということでやってきましたので、まあ、うまいこといったなというところですね。
いよいよ本番ということになりますが、デムーロ騎手が引き続き乗るということになりました。この点についてはいかがでしょう。そうですね、まあ、1月のレース勝った後に、まあ、ここ行きましょうということでジョッキーともお話をさせていただきまして、まあ、当然ミルコが乗ってですね、権利を取った馬もいましたので、まあ、あとはまあジョッキーがどういう判断をするかと、どれに乗るかっていうのはもうこちらっていうよりはジョッキーの判断かなと思ってましたので、まあ今回一緒に出る馬とですね、まあ、どちら乗るのかっていう話もさせてもらったんですけど、まあ、こちら選びますっていうことでしたので、まあ、それであればしっかり頑張りましょうということで、はい、一応まあ気持ちは一緒ということで頑張ってきました。レースプランというのは何か今イメージされているものというのはありますか。いや、もうそのあたりはジョッキーにお任せですし、まあ、先週も乗ってくれてますし、まあ、2回この馬を勝たしてもくれてますので、もうすべてお任せという形ですね。相手関係、今年のこの3歳のマイル路線というのは高橋調教師からご覧になっていかがでしょう。そうですね、まあ、ちょっとこう混沌としているというか、まあ、普通の規定路線からこう向かってくるっていう馬が少ないというかですね、なかなか読めない、3歳世代かなと思いますし、まあ、それだけ本当にこう潜在能力を秘めた馬が本当に多いんだなというところですので、まあこの馬も、まあ、一応1月のレースは、まあ、時計も含めてですね、大きなところで勝負できるかなというレベルあるかなと思ってはいるんですけど、まあ、なかなかやはり、まあ、同じような力をつけてどんどんですね、やっぱりこう力をつけてきているという中では私自身もわからないなと、やっぱりゲートを開いてみないとわからないなというところではありますけども、まあ、この馬が今先ほどからずっと言ってます通り、まあ、できることは全部やってきたかなというところですので、その中でどんな競馬をしてくれるかなというところだけですね。ファインニードルのこともあってどうでしょう、やっぱり思い入れの強い一頭ではあるでしょうか。そうですね、まあ、今年、まあ、この世代が初めての世代ですけども、まあどれぐらい活躍してくれるのかなというふうにもう見てた方なので、まあ、ダートも含めてですね、こう勝ち上がってくれる馬が、まあ、次々に出てますので、まあ、そういう意味では、まあ、送り出した、まあ、管理させていただいていたものとしてはすごく喜ばしいことだなと思いますし、まあ、自分が縁させてもらった馬が、この馬がですね、こういう 大舞台に進めるっていうのは、うん、かなり感慨深いものがありますんで、まあ、これから、まあまあ、生産者の方々にもですね、ファインニードルっていう馬をですね、もっとこう多く、こう自分の、まあ、繁殖にですねつけていただけるような、そういうふうなきっかけにもなってもらえるように、そういう責任も私にもあるかなと思いますので、まあ、馬には頑張ってもらいたいなと思います。さあ、いよいよ本番ということになります。改めてでは意気込み、ファンへの意気込みをお願いできますでしょうか。そうですね、まあ、ジョッキー含めて、まあ、ここを大舞台に向けてしっかりやってきたつもりですので、まあ、当日はちょっと天気もどうなるかなっていうところもありますし、不安要素はかなりあるんですけども、まあまあしっかり、この馬とともにですね、頑張っていきたいなというふうに思います。